井上厚生5月15日台は宮崎県宮崎市出身の柔道家、柔道指導者、東海大学教授、2012年11月から柔道男子日本代表監督、妻はタレントの東原明。2000年のシドニーオリンピックで金メダルを獲得、2001年の全日本選手権では全日本の絶対的エースであった、 篠原真一を決勝で破り初優勝。その後、大会3連覇を果たす。2004年のアテネオリンピックでは、日本選手団の首相に選ばれた。周囲からは、シドニー大会に次ぐ、五輪に連覇を期待されたが、準々決勝で、オランダのエールコ・ファンデル・ヘーストに背負い投げで一本負けを、喫した。敗者復活戦に回るも、3回戦で、アゼルバイジャンのミラリエフに、 大内がり返され一本負け。五輪二連覇の夢には届かなかった。2008年4月29日の全日本柔道選手権で高い傭平に敗れ、北京オリンピック1 0 0ラム超級の代表権を失う。この大会は石井里氏が優勝し、北京オリンピック1 0 0ラム超級日本代表の座には石井がついた。同年5月2日、 かねてよりその圧倒的なポテンシャルから、総合格闘技への転向が期待されていたが、柔道指導者の道を選び現役生活からの引退を表明した。同月、日本オリンピック委員会の2008年度スポーツ、指導者海外研修院に選定され、同年12月から2年間、スコットランドのエディンバラに派遣された。留学先では、英語研修と欧州の柔道指導法、 柔道事情を研究する。2003年頃から、富士テレビ系 SRS の取材で知り合った、東原秋と交際。2008年1月に東原と結婚。2009年5月8日に第一子。2010年11月26日に第二子が誕生した。2011年1月、スコットランドでの留学を終え帰国。同年3月に総合警備保障を退職。 同年4月より、東海大学体育学部武道学科専任講師権、東海大学柔道部男子副監督に就任。全日本のコーチとして、世界選手権に帯同した。ロンドン五輪後に、篠原真一が惨敗の責任を取って、全日本男子監督を辞任した後を受けて、2012年11月に、新たに代表監督に就任することになった。 2013年8月には国際柔道連盟の伝道入りを果たすことになった。2015年4月に東海大学体育学部准教授に昇格。2019年4月に同教授に昇格。監督就任後はそれまでの指導方法を見直し、科学的なトレーニングや他国選手の映像分析、他国の格闘技を学ばせるなど様々な改革に着手。2016年8月。 監督として初めて挑んだリオデジャネイロオリンピックでは男子は金メダル2個を含む7階級全てでメダルを獲得し低迷が続いていた男子柔道を復活に導いた日本代表男子が全階級でメダルを獲得したのは1964年東京オリンピック以来52年ぶりのことであった宮崎県都の城主生まれで幼児期まで過ごす5歳から柔道を始める 出身道場は、聖密館。シドニーオリンピック柔道競技男子 100kg 球金メダリスト。得意技は内股。日本オリンピック委員会、選手強化キャンペーンのシンボルアスリート制度、適用選手。身長 183cm。体重 103kg。足のサイズ 31cm。脅威 120cm。ベンチプレス 170kg。 背筋力 200kg。血液型大型。現役時代は総合警備保障に所属。2003年7月から、所属先の総合警備保障のテレビコマーシャルに、出演していた。3人兄弟の末っ子で時系の井上智和は、元アジアチャンピオンで1999年、加納寺五郎杯国際柔道大会 100kg 級優勝者。ありがとうございます。